これめっちゃ便利じゃね。90度です。90度で立てることができるんで。どうも皆様こんばんは、セゴリダ三世でございます。さあ今日はですね、すっごい楽しみにしていた商品やっと届きましたよ。というわけで今日の動画はこちらです。モフトのスナッフォースタンド&グリップでございます。さあ、モフトですよ、モフト。皆さんも十分ご存知だと思います。普段はこう、ペタッと平べったいんだけれども、パカパカと組み立てるとですね、自分の好きな角度に調整できるというものです。見てない方は僕の概要欄にリンクあるので、ぜひそちらから飛んでみていただきたいんですけれども、今回そちらのモフトが新しく発売したのがこちら、スナップフォンスタンド&グリップです。まだね、日本で売ってません。直接取り寄せるという方法になって、6月の上旬に発表になってですね、面白そうと思って、それからずーっと待って予約届いたという形になります。まだ日本で出してる人はいないと思うんで、僕が一番最初だと思いますけれども、さあこちらが一体どれほどイケてるものなのか、これから皆様と一緒に開けて詳しく見ていきたいと思います。はい、というわけでこちらがモフトのスナップフォンスタンド&グリップです。パッケージはね、こんな感じなんだけれども、全部もちろん英語。日本版で発売される場合はね、ちょっと仕様が変わるんじゃないかなとは思います。じゃあ開けていきましょうかね。よいしょと。取り出してこんな感じ。え、もういいのこれで。よくわからんのだが。板みてえな、そんなデザインになってます。こう取り付けると。あ、ついた。あ、かなり磁力強くなってる。で、どういうこと？ここか？お、なんだこれ？こういう風に使えるってことか。はぁ、あ、はぁはぁ、なるほど。で、ここに、こう手を入れれば、このように使うことができるというものですね。とりあえず落下防止もできるというものだけど、やっぱまあ完全な強さっていうところではないかなっていうところかな。ちょっとずらすと、こう落ちちゃうっていうところがあるんで、これそのものだけで使うのはやっぱちょっと恐怖はあるかな。でもこのようにですね、パーンとすればですよ。このように台座として使うことができるわけです。これめっちゃ便利じゃね？90度です。90度で立てることができるんで、45度とか60度とかはたくさんあるんだけど、そうすると顔がほら膨らんで見えちゃうじゃん、ブヨーンってわかる？下向くと絶対人間でそうなるじゃないですか、重力に負けて。でもこれの場合はですね、90度のままいけるんで、今家でね仕事されてるっていう方もね、すごいたくさんいたりとか、まあ、僕もそうなんだけど、電話とかですね、まあ、オンラインで会議をするっていう時にも、45度になって覗き込むような場合はやっぱ多少ねちょっとむくんじゃう感じがあるけど、これだったらスキッとしていけるからめっちゃいいじゃん、これ。で、もちろんこれね、90度だけじゃなくて、このようにパカーンとしてですよ。普通に後ろにですね、マグセーフでつければ、斜めにして使うっていうこともできるし、縦置きにしたとしても勾配をつけて使うことができる。後ろ側にはですね、デザインドバイモフトっていう風になってるんで、これも立てた時にうっすら見えるというようなものになっている。非常におしゃれです。予想以上になんかいい感じだわ、これ。で、もちろんですね、iPhone 12以外のものもあって、こんな風にですね、ボンカレーみたいなですね、丸っこいやつがあるんだけど、これ開けるとこんな風に赤いモフトっていう風になってるんですけど、これはマグネートプレートが一緒になってるやつです。この後ろ側がこんな風にパカーンとモフトという風なタイプになってるんで、ダップとかあるでしょう。で、そういったものにこうペタンと貼り付けてパチンとやれば同じようにですね、使うことができるんですよ。これすごい嬉しいね。可能な限り手に入れてみようと思って一応全色集めてみたんだけど、カラーはですね、このように4色ありまして、ブラック、ブルー、オレンジ、イエローというこの4色展開になっています。表面もすごいツルツルしてて、ソフトビーガンレザーっていうらしいんですよ。サイズもですね、61mm、 厚さは 5.5mm なんで、今めちゃくちゃ薄いやつとかあるけど、まあそれにはねどうしても勝てないけど、まあこういうねカラフルで可愛いデザインも一応あります。ちなみにこれはですね、マグネットが付いているだけなんで、もちろんこのようにですね、同じカラーで合わせるっていうこともですね、 iPhone 12でしたら問題なく使えます。赤も同じようにくっつきますし、黒も同じようにくっつきます。でもすごい想像以上に可愛いわ。なんかモフトっていう風になってて、フォントもすごい可愛いし、ちょっとモッツっぽいっていうんかな、この感じとかね。パッケージ見た時はほんとバーモントカレー感というかですね、ダーツ感あったけど、使わない時にね、まあこれが出てるだけでもまあそんなにダサいっていう感じはしないかな。剥がして貼り付ける、ペタン、はい、こんな感じになります。このようにパコンと使うとくっつくと。こっちの方が磁力強いかな。マグセーフはね位置が決まったりとかしてるけど、こっちのマグネットの方がこう広い範囲でバコンといけます。スマホに対して悪影響は多分ないんじゃないかな。効いてるのはこっちの表面だけっていう感じがするんで。で、同じようにパコって開けてこういって。
って斜めにもできるし横にもできるし、このように縦で使うこともできる。あ、でもあれか、若干浮くかな、怪しいかな、倒れちゃうってところがあるかも。もちろん貼る位置とかにもよるからね、ここちょっと気をつけて貼った方がいいかもしんない。もうちょっと上とかだったら被んなかったかな。これ剥がせんのかな。あ、すごい剥がせるんだこれ。ちょっとずらしたらこれでずるなくなったわ。貼る位置をですねちゃんと調整してもらえれば全然問題なくいけるっていうことですね。いいじゃんこれ、なんか想像以上に良かったな。気持ちいい。こっちのマグネットの方がやっぱり強い気がするな。ただ 100% 落ちないってわけじゃないんで、ここやっぱ注意した方がいいね。モフト自体がね、どうしてもここはね、まあ、完全にロックできるっていう、まあ、アイリングとかああいったものほど強くはないっていう、まあ、本人が歌っちゃってるんで、ここは落下しないようにだけ十分注意が必要かな。まあ、それでも、このカラフルさはめちゃくちゃ可愛い。プレゼントとかでも喜ばれそう。なるほど、わかったぞ。じゃあ、とりあえずまとめていっていきましょう。はい、というわけで今回はモフトから新しく発売されたばっかり、スナップフォンスタンド&グリップをご紹介しました。いいところ、残念なところをまとめていっていくと、すげえ可愛い。これめっちゃ可愛いよ。こんな感じですごいカラフルになってるんで、今までリングもそうだし、まあ、他のメーカーもね、薄いっていうもの、機能的っていうのはあるんだけど、なかなかね、可愛いっていう、カラフルっていうものがなかったんで、これはめちゃくちゃね、その需要をついてると思うんですよ。男性、女性問わずめっちゃ上がる。これはね、すごい可愛い。 iPhone 12使ってる人はですねマグセーフ対応があるんで、まあ、マグセーフはそのまま使えるし、今までね iPhone 12まだ高いから買えない、だけどマグセーフのねものも使ってみたいなっていう風に思ってる方たくさんいらっしゃったと思うんですけれども、全てのユーザーに対してすごい痒いところに手が届いてるなと。でもちろん iPhone 以外でもいけます。このようにマグネットもあるのでパチンと貼ればですねマグセーフと同じように使うことができる。どうもね50回ぐらいは貼り直しが可能みたいなんで、 1,2 回間違えたところでですね問題なくもう一回使うことができるというもの。いずれはね多分このマグネットだけ販売するっていうことも可能になるんじゃないかなとは思うけど、わかんない、どうなるか。全然今のところはモフトジャパンの方では売ってないんで、まあ多分そのうち日本語版にっていうかね日本語企画にバーバーと書くようになって販売するようになるんじゃないかなとは思います。でこんなちっちゃくてね薄いにもかかわらず簡単にパコーンと起こすこともできてですね非常に機能的です。みんなが欲しいと思ってた機能をなるべく小サイズでですね実現しているんじゃないかなというふうには思います。そうね、まあ、残念なところをあえて言っていくと落ちそう。これはずっと変わらないね。やっぱりこれはどうしてもマグセーフを使う以上バコーンと外れてしまう恐怖ってのはあるんでね、これがですねまあ、安全リングっていうわけじゃないんでね、そこは十分に気をつけていただきたいところですね。あとこっちのマグネット付きをですねご購入された場合は50回ぐらいなんで貼り直すっていうことが、なのでたくさんね失敗とかするとちょっと粘着力弱くなっちゃうんで、そこは十分に気をつけてください。あ、でもそんなもんかな。個人的にはすごい良かったと思う。これ少なくとも90度まで立てられるっていうのはすごく嬉しい。こういうケースにリングっていうのが一番安全なんだけど、どうやってもねやっぱ90度っていうのは難しいんですよ。なかなかねそれを実現するっていう仕様にはなってないんで、僕なんかすごい背が大きいからさ、やっぱ45度ぐらいだとやっぱ低いのよ。90度ぐらいだったらねすごいいいないいなって毎回思ってたんで、僕みたいにね角度もうちょっとつけてほしいなとか、上から覗き込むような感じになるとですね顔がむくんちゃうからやだっていう方にはねすごい求められるものだと思いますんで、マグセーフ対応版は2200円、マグネットプレートがセットになってるものはですね2740円、さらに550円の送料がプラスになるんで、いや今すぐ欲しいっていう方はそちらの送料込みでもちろん買ってもいいし、いやもうちょっとアマゾンに出るまで待つわっていう方はもうちょっと待ってもいいかなとは思います。いずれにせよですねすごくテンションが上がる商品ですので、ぜひ僕の動画の説明欄にリンクがあるのでそちらから飛んで買ってみてください。それと僕の動画コミュニティ欄から随時お得な情報を発信しています。チャンネル登録していただきますとコミュニティ欄見られるようになりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、楽天ルームのフォローもお待ちしてますよ。それとこの動画が面白いと思った方高評価、ぜひ皆さんのご意見も下に書いて教えてくださいね。つうわけでまた明日、チャオ。